今日は秋葉原に来てます。ユーピットテレビだよ。ラジカンですね。いっぱいあるのだ。すごいです。で全部で全部です。今日やるのはね、これ日本信号300円。何が出るかな。お、やった。狙ったとこ出た。やった。これ次欲しかったやつ。さて、開封の儀でごじゃる。パカパカ、やあ、これ出ました。おっとっとと、興奮してしまった。これね、横断歩行者ボタンでございますね。あ、キーホルダーになってんだね。てん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 。うわ、かわいい、かわいすぎる。横断歩行者ボタンを押してください。はい、ピュイピュイ。このビニール、これを取ると通電するんだな。通電する。さあ、どんな感じになるでしょうか。押してみます。おお、お待ちくださいよ。ついた。カチッ。あ、なるほどね。押しボタン式、押すとカチッって言ってオンになったままね、お待ちくださいになって、お待ちください。で、もう一回押すと消える。いいじゃん。日本信号です。ミニチュア陶器コレクション。ピンピン。あ、結構いろいろあるんだね。車両用信号陶器、握ってくださいがあるよね。分離式はこれね。で、歩行者自転車専用です。青は光る。次、赤が光る。今開けたのがこれ、当たったのがこれね。押しボタン、押すとオン、もう一回押すとオフ。文字も光ってました。日本信号のトリビアと書いてあるよ。日本信号の中の人から聞いた。横断歩道で鳴っているピヨピヨカッコーなど、実は都道府県によって鳴き方が違いますと。押しボタン箱には雪国仕様がある。マジっすか。北海道とかの人教えてください。押しボタンではなくタッチ式なんだ。あ、押すとなんかもこん、あ、分かった。この中にこう水とか入っちゃって、もう押せないんだ。ガッチガチでピーってこう押し込めないんだ。もう一個開封の儀。ててーん。あ、やべえ、危ねえ。手袋してよかった。割れちまった。皆さん、これカプセル開けるときは本当気をつけようね。興奮して俺みたいにパキッて開けないように。うわ、かっこいい。これてってけてってーん。てれにのにのにのびびび。開けます。開けます。うわー、リアル、リアルです。かっこいい。ほら、これひさしね、メンターみたいな。これさ、目みたいで好きで、カメラよく写真撮ってました。これかわいいのだって、メンターみたい で。三つ目、これは光るのかな。もちろん光るよね。あ、すごい、よくできてます。もちろんこれ、このまたビニールの
トシートを取るのだが、ここ真ん中にほらボタンがついてる。これをプチッてやると、あっついた、赤色がついた、かっこいい、かっこいい、ジオラマ作りたい。こうやってこうやって、かっこいいね。これはかっこいいと思うのは俺だけでしょうか。ピッ、ほい、しかもこれキーホルダーですからね。よいしょ。はい、今日はミニチュア陶器コレクション日本信号でした。全部で5種類ありますけれども、これも集めたいね、集めたいね。これも、それではまた次回も見てね。この辺にあるのでチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします、お願いしますね。じゃあグッバイ。ユーピットテレビだよ。